はい、皆さんこんにちは。ATF バスケットボールスクールの山崎です。今回なんですけれども、ちょっと先に告知を、ホームページの方をちょっと新しく変えました。で、ちょっと自分で作ってるんで、すごい違和感あるホームページなんですけれども、はい、いろんなポジションについてのまあ、こういったアドバイスとかをちょっとやってますので、はい、これからまあ、新チームになってっていうことで、こういうプレイヤー目指そうとか思ってる人がいましたら、まあ、ぜひぜひ参考にしてみてください。まあ、実際にやることとかを書いてたりとかで、まだ作成中だったりするものもあったりするので、はい、すいません。まあ、そこではコメント欄とかでもどうすりゃいいなとかっていうのを聞いてくれればいいと思います。はい、ということで、今回は、実際ドリブルをどうやったら上手くなるのかで、まあ、ドリブルが上手くなるっていうのを簡単に言うんですけれども、その小手先の技じゃなくて試合中で使えるドリブルっていうところをちょっとね、意識していきたいと思います。では行きましょう。はい、じゃあ、まあ早速なんですけれども、今回ドリブルでお話しする場所は3つ、お話しするトピックは3つになります。はい、バンバンバンと、まあこんな感じですね。はい。で、まあ上から順番になんですけれども、ドリブルを強くつこうっていうことと、実際、その、無敵時間ですね。はい、無敵時間をまあどういうふうに使っていくのかっていうと、まあ実際試合の中でのスピードに対して、まあそのドリブルを練習するっていうことで、はい、この3本立てでいきたいと思います。では行きましょう。で、実際にドリブルを強くつきましょうっていうことなんですけれども、まあじゃあどれぐらい強くつくのか、どうして強くつくのかっていうところをちょっと説明させてもらいますと、まずどれぐらいの強さでっていうのは、もう普通のドリブルをもう頭の上までこう超えて上がるぐらいしっかりドリブルついてください。で、ドリブルついて、それをこう押さえつけてドリブルを練習するっていう、はい。で、実際に例えば強くついた時にフロントチェンジってどれぐらい強くつけますか、レッグスルーどれぐらい強くつけますかっていうところなんですよね。はい、試合の中でこう、よし、じゃあ頑張るぞ、行くぞって言ってこうスピードを出そうとした瞬間にこうドーンとドリブルを強くついちゃって、それがコントロールできずにファンブルしちゃう、もしくは本当だったらファールもらえてたのに、もうボールコントロール失ってるからオフェンスとみなされない、ファールもらえないとかっていうようなシチュエーションがあると思います。ですので、しっかりとそこはドリブルをコントロールできるように、普段から強いドリブルを意識する。まあ、なんとなくこう小手先でドリブルするのってすごい簡単なんですよ。はい。1年ぐらいバスケやってる人だったらね、大体なんかこう、うまいやつと区別つかなくなっちゃうんですね。こうドリブル簡単についてると。でも結局そのドリブルじゃあ使うのって言われたら試合中使わないじゃないですか。ね。ですので、その試合中に使うものを実際に練習するっていう、そういうイメージですね。はい。ですので、とにかくドリブルを強くつこうということです。はい。で、二つ目なんですけれども、無敵時間の使い方ですね。そもそも無敵時間って何なのっていうことなんですけど、ATF ではこの手の中でシュルシュルシュルってこうなってる、このポケットって呼ばれてるこの時間を無敵時間って呼んでます。はい。で、この無敵時間をまあどういうふうに使っていくか、この無敵時間を使う、もしくは使わないっていう選択肢をね、しっかり考えていきましょう。例えば横にこうずらしながら、ズレを作るために無敵時間をシュルシュルシュルと使うのであれば、全然使ってくれればいいと思いますし、逆にその無敵時間を使いたくないから、こう右に行くと見せかけて左とか、左に行くと見せかけて右みたいな感じで、こうティム・ハダウェイみたいな感じでこうやるじゃないですか、こうダブルクロスとかっていうんですかね。はい、そういった技とかをこう使うっていうのも一つありだと思うんですよ。だからそれをどう練習するのかっていうことなんですけれども、このシュルシュルっていうのって、こう、なんとなくドリブル練習していると、常にシュル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 してるんですよ。で、ドリブルの動きに合わしちゃってるんですね。わかります？こう、実際に自分が行きたい方向に行ってるような気分になってるんですけど、ドリブルのタイミングに合わせて行ってるんですよ。だから、このシュルシュルしてるのばっかり待ってると、こう、どんなに頑張ってやっても、こう、シュルシュルってなってるのを待ちます。シュルシュルってなってるのを待ちます。ディフェンスからすると、あ、こいつシュルシュル待つタイプの人間だな。あ、じゃあ多分このタイミングでオフェンス来るだろうな。あ、やっぱり来たって、こう、読みやすいんですよ。わかります？ボール見ときゃ止めれるんで。はい。だから、このシュルシュルをしっかりと、止める練習。じゃあ、こう、今度は、どれぐらい早くこのフロントチェンジができるかっていうのを意識してみてください。はい、これ。これ結構むずいんですよね、やっぱ。こう、ボールが反対に来ようとしてるのを無理やり手のひらで止めて反対にぶっ飛ばすっていう。ね、結構難しいですよね。だから、こういうのもしっかり練習しとかなきゃダメなのかな、ということで、まあ、ちょっと紹介しておきます。はい。で、三つ目なんですけれども、スピードですね。実際に試合中に使うスピード。だから強くつきましょうとか、無敵時間どうしますかっていう話、ここまでしてきたんですけれども、実際に、その場で、こんな何回も何回もディフェンスの前でドリブルつくやつ、あんまりいないですよね。よっぽど酔ってるやつですね。だから、基本いないんですよ、そういうやつって。はい、抜かないためのドリブルをダラ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 つくっていうようなシチュエーションってあんまないんですよね。で、逆に言うと、それあんま練習しなくていいんですよ。
で、それよりも練習しなきゃダメなのは、じゃあフロントチェンジ、じゃあ10回練習しました。はい、1、2、3、4って、まあ、10回練習したとしたら、だからこの後、じゃあそれをどれぐらいのスピードの時に、スピードに乗ってる時に使うのかっていうところなんですよね。はい。だからここでやっぱり体育館が使えないからとか、もうそんな言い訳はね、もうやめてください。例えば、全然車が通らないところとかあったりするじゃないですか、外とかでも。で、そこにもうカンカン2個置いて、それで、まあ、ペットボトルでもいいんですけど、2個置いて、で、そこにもう向かってフロントチェンジしていけば、それで終了ですので。はい、わかりますか？で、体育館に戻ってきた時に、それを調整する。ああ、なるほど、体育館の中だったらこうなるのかって。だから普段からフルスピードでその技を使うっていうのがすごい大事なんですね。だから実際にそのやるスピードっていうのを出して、で、さらにそれで練習するっていうところを意識してみてください。はい。ということで今回は、この3点についてお話をしました。まあ、実際にその上手くなるためにじゃあどうすればいいのかっていうのは、まあ、具体的にはもっともっといろいろあると思うんですけれども、まずはこのあたりからだと思います。はい。いっぱい派手な技とかあるんですけれども、その派手な技とかも全部小手先になっちゃってるんですよ。この辺ができてない人たちって。だから、いつまで経ってもその、これ NBA ですごい使える技なのに、なんで俺がこれ練習しても試合で使えないんだっていうことになるんですね。じゃないんですよ。やっぱり一つ一つの技が、ね。じゃあ、そんなこと言ってたらね、悟空がこうやって殴った時に、もうみんな人がもう100メートルも200メートルも飛んで山を崩していくのに、なんで俺のパンチはっていうことになりますからね。いや、パンチ力が違いますから。はい。ですので、まあ、しっかりとそこから練習していくっていう意識を持ってください。ということでした。はい。ということで、まあ、この、動画が参考になったという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。またコメントもね、お待ちしておりますので、あとホームページの方もぜひぜひ見てください。毎週火曜日に頑張ってライブをしようとしてます。はい。そこでもね、直接なんかこう質問とかがあれば、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。ということで、今回は以上になります。